はい、皆さんどうもつかちです。今回ですね、この間の新キャラの、水地の、運用法についてちょっと話していきたいかなというふうに思います。でまずいつも通りですね、水木の、能力についておさらいしていきましょう。はい、ではアクティブスキル、アーマーブロー、アーマーギフト、タイムドレイン、サバイバーキラー、でパッシブスキルですね、カウンタースキンとアイアンハートというところで、このカウンタースキンが、ちょっとぶっ壊れ性能をしているというところでございます。はい、でまずはじめにですね、水地についてちょっと質問が前回のガチャ動画の時に多かった質問として、武器ですね、何がおすすめですかというのが多かったんですけれども、一応貫突させて剣持たせられるというところで、結構ですね、採用しているのが多いのはルーンブレードですね。はい、水地ですけれども、ヘッドめちゃくちゃ高いです。何回か使ってみた感想としては。めちゃくちゃ高いんで、結構ですね、HP が赤い、もう本当アイアンハート状態で、聖書をさまようっていうのが結構多いんで、ルーンブレードですね、HP50% 以下の時に攻撃力が上がるんですけれども、結構武器スキルが乗りやすいかなというところでございます。あと自分はですね、ルーンブレードと、もう一つですね、リベレーターでちょっと迷ってて、結局リベレーターの方育成始めてしまったというところなんですけれども、リベレーターがですね、相手依存なんですけれども、相手のスピリットが、2以下の時に、攻撃力が上がるんで、それでも別にいいかなというふうに個人的には思ってます。はい。いつも剣はですね、ホエルブレスっていうめちゃくちゃ汎用性の高い剣があるんですけれども、水地をうまく使っていくとしたら多分未来との、組み合わせが結構必須クラスになるかなと思ってるんで、ちょっとホエルブレスは使いづらいかなというところなんですよね。はい。で、ちなみにですけれども、杖を持たせる場合は、このピックの、これ、ヤタ杖って読むらしいですね。はい。この間のコメント欄で親切に教えていただきました。はい。で、ヤタ杖ですけれども、ダメージ減少ですね。TU 減少はどうでもいいんですけれども、ダメージダウンが、とても大事になってきます。はい。先ほども言ったんですけれども、ヘイトがめちゃくちゃ高いので、そこでですね、アイアンハートに入るか入らないかっていうのはやっぱり、全然変わってくるところなので、ダメージダウンは、狙っていきたいというところですね。はい。こんなところで、もうサクッといきたいかなというふうに思います。で、まずはじめにですね、何キャラか相性のいいキャラというところで、紹介していきたいかなというふうに思います。はい。こちらになるんですけれども、まずはじめに未来ですね、相性めちゃくちゃいいです。はい。多分ほぼ、先ほども言ったんですけど、ほぼ組み合わせるとしたら必須級かなと思います。水地と未来は。その理由としてはガチャ動画の時にも軽く言ったんですけれども、水地がですね、ほぼ不死身になるというところで、これがめちゃくちゃ強いかなというふうに思います。なので先に水地を置いといて、後から未来が出たパターンがめちゃくちゃ強いですね。はい。そんなところで。で、お次、カレンですけれども、カレンはですね、これ構想段階で相性いいかなと思っていたキャラなんですけれども、実際使ってみたところは、あんまりだったんですよね。はい。カレンクリアヒール持ってるというところで、水地がですね、やっぱステルス系の攻撃に弱いんですよね。ミヤシャだったり、雷エレミナだったりの、ステルス系の攻撃に弱いというところで、その攻撃を食らったアイアンハート入った時に、カレンのクリアヒールでですね、なんとか回復させて、他の、キャラに対してのカウンターを発動させていくという狙いがあったんですけれども、なかなかうまくいかなかったというところで、ちょっと難しいですよね。やっぱスピリットが、結構枯渇しやすくなっちゃうんで、スピリット減ってしまうと考えるとちょっと厳しかったですね。はい。でも相性自体は悪くないと思うんで、これはあれですね、要検証というところで、まだ水地に関して結構分かってないところも多いので、構想段階では強いはずです。はい。
次アルテミアなんですけれども、まあ、アルテミアはですね、普通に相性いいと思います。まあ、パッシブスキルでショックエンター、だとなんだっけ、プラスエンターというところで、まあ、やっぱスピリット大事になってくるんで、普通に、うまく運用していけると思います。でショックエンターも、タイムドレインプラスにつなぎやすいというところで、非常に相性のいいキャラですね。で、まあ、これは先ほどのカレンと同じ理由で、ソウルヒールを持っているというところで、まあ、もしアイアンハート入った時にですね、まあ、リカバリーできるというところ、あとペインプラス、これスピリットプラス3できるんで非常に強力です。であとはアイアンハートキャラのやっぱ弱点となるのが毒だったり燃焼だったりの、状態異常なんですけれども、そこをクリアで直していけるというのも非常に、はい、相性のいいところですよね。てかアルテミアめっちゃ相性いいな、そう考えると。まあこんなところで、はい、まあ以上3キャラですね。まあカレンもクリアヒールなんで、まあ毒燃焼直せるんで、まあやっぱ構想上は相性いいですね。はい。あくまで構想上ですけど。はい。でお次、まあ2キャラですね、並んでるんですけれども、まあこの2キャラ共通点としてやっぱブロックバスターだと思うんですけれども、ミヤシアがで、ミヤシアじゃねえ、ミズチがですね、やっぱブロッカーに対してちょっと弱いんですよね。どうしても。まあ、こればっかりは仕方ないっていうところなんですけれども、まあ、なんで弱いかというと、まあ、相手から攻撃を食らってアイアンハート入った時にですね、まあ、普通だったらタイムドレインプラスで HP の回復を狙っていきたいんですけれども、まあ、そこで相手にブロッカーがいた時点で、その動きが止まってしまって、次の相手の攻撃で倒されてしまうっていう流れになってしまうので、まあ、やっぱり相手のブロッカーは早々に処理していきたいというところを考えると、やっぱブロックバスター持ちの、ね、ミボーネやミリゼ、非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、特にミボーネなんかはですね、ブロックバスター持っているのと、フリップスタンでですね、まあ、なおのこと、ミズチのタイムドレインプラスにつなげていきやすいんで、まあ、非常に相性いいかなというふうに思います。まあ、ヤミリゼに関しても、まあ、近くにスリープだったり燃焼だったりがいなければですね、普通にまあ、ランダムポイズン巻くだけでも全然強いキャラですので、まあ水地の近くに置いとくのは全然ありかなというふうに思います。はい。でまあ以上、これらのキャラが、個人的に相性いいかなというところなんですけれども、やっぱりですね、相性のいい要素としては、まあアイアンハートなんでクリア持ちだったりだとか、まあ、あとは HP を回復してくれるキャラがやっぱり相性いいかなというふうに思いますかね。はい。まあ、なので、まあ、一番いいのは花嫁リドミナなんですけれども、まあ、花嫁リドミナはですね、まあ、まあ、ブロッカーなんで、見ずし殴られることがないんで、まあ、今回はそういうあれじゃないなと思ったんで、外しました。はい。で、まあ、他にも全然いるかなとは思います。相性のいいキャラは。まあ、自分が今の段階だと、ちょっと、まあ、まだ把握しきれてないところが多いので、普通に難しいところなんですけれども、全然いるとは思いますね。はい。まあ、なので、ちょっとコメント欄とかで、このキャラの組み合わせ強かったですよとかあれば教えていただきたいかなと思います。でも先ほど HP 回復と言ったんですけれども、総炎とは、組み合わせない方がいいですね。はい。あれ確かバーンヒルなんで燃焼入っちゃうんで、アイアンハート意味なくなっちゃうんで、まあ良くないかなというところですね。あ、でもカウンターどうなんだろう。あ、でももともと燃焼入ってたらアイアンハートはダメなのか。はい。まあ何でもないです、気にしないでください。はい。でまあこれらを踏まえてですね、ちょっとパーティーを組んできたというところで、まあ2パーティー分ですね、組んできたんですけれども、まずはじめにこちらから、まあこれはちょっと先発で水地使ったらどうなるんだろうというふうに思って組んだんですけれども、これがですね、意外と、まあ、効力を発揮しまして、実は試練のとずっと580回、闇リゼのところで止まってたんですけれども、これ使った瞬間に一発でクリアしました。はい。なんか結構自分のパターンで多いんですけど、新キャラ試してみようと思って試練の塔で潜ったりすると、なんかあっさり勝てたりするんですよね。はい。まあ多分そのパターンかなとは思うんですけれども、まあ、そうですね。やっぱ試練の塔がですね、まあ一番最初ブロッカー出てくるんですけれども、まあその後が、ちょっと、まあ、
3、4体ぐらいですかね、間相手からブロッカーが出てくるという感じなんで、まあ、その3、4体の間で、結構無双してくれたというところで、まあ、そこが大きかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、闇に世界だったんで、まあ、毒の影響結構出やすいのもあったかなと思ったんですけど、ランプイが結構奇跡的に水地に当たらず、白雪だったり雷エルミナだったり当たってくれたんで、まあ、多分そこも大きかったかなとは思いますけどね。はい。でまあこんなところ、で狙いとしましては、まあ、ミボーネと、白雪でですね、まあ、初っ端で相手のブロッカーを1体倒してから、まあ、水地のカウンターを生かしていく作戦になってくるんですけれども、これ理想としては、相手に一番最初にミボーネを倒してほしいです。はい、ミボーネ倒してくれるとそこで未来が出てくるんで、そうなってくれば水地がですね、まあ不死身状態になってくれるんで、まあ、そこを利用した編成なんですけれども、ミボーネと水地多分ヘイトトントンぐらいか、もしくはちょっとミボーネの方が高いかぐらいなんで、そこちょっと難しいところだったんですけれども、まあ試練の塔を進めたということは、まあ、意外と強いんじゃないでしょうかというところですね。はい。で、ちゃっかり雷アンタレスも近くに置いてて、まあ、いつものシナジーも発揮しやすい編成となっております。はい。で、まあ、これ先ほど言わせれたんですけれども、まあ、水地ですね、もし流行ってくるとしたら、もしかしたら後発にブロッカーを置いた方がいいかもしれないんですよね。はい。まあ、それは先ほども言った理由と同じになってくるんですけれども、まあ、ちょっと水地ループ止めるためにはやっぱりブロッカーが必要になってくるんで、まあ第3、第4ら辺にもブロッカーを置く必要が出てくるかなというふうには思いますかね。はい。でお次ですね、まあ、これが結構ガチめに、組んだガチめに組んだとは言ったんですけれども、ちょっと動画のテンポを考えて水地をちょっと前の方にしている編成になってますね。はい。でまあ先発に関してはまあ水地関係ないんで、ちょっとスルーしていくと、でまあ第2部隊2番手で水地が出てくるというところなんですけれども、まずはですね、まあやっぱ近くに未来は置いております。でまあ水地が出た時の盤面で考えるとどうなってんだっけ、まあうん、まあ結構これ何回か戦ってみたんですけれども、水地と未来が結構同時に並んでくれることが多かったんで、まあ未亡ね倒されて少女リゼット倒されてっていう流れですかね。はい。で水地の無敵状態入ってる時に雷エルミナと闇ジャンヌで相手を倒していくという編成になっております。まあもしかしたら宮シア先発の方がいいかもしれないっていうところはあるんですけれども、まあ水地の無敵状態の時にアンガーが乗ってくれないんで、まあ今回はこの2体にしましたというところですね。まあ白雪でも全然いいかなというところです。まあ、でも多分白雪だと少女リゼットよりも前に白雪が倒される危険性があるんで、うん、やっぱこの2体がベストですかね。ベストかどうかはあれですけど。はい。でまあ後ろにカレンも置いているというところで、まあ多分未来とカレンを近づけすぎたのも悪かったかもしれないっていうのはありますかね。はい。でまあジャンヌなんでジャンヌなんだろうっていうところですけれども、まあこれ本当は先発にジャンヌがいたんですよ。ジャンヌがいて5番手雷ロロティアだったんですよ。はい。でもそれだとどうしても弱かったんで、途中で変えたというところなんですけれども、まあ、ジャンヌは本来ここじゃないかもしれないですね。はい。まあ今回本当にあの水地の動きだけを見たいんで、これから一戦分ちょっとお見せするんですけれども、まあ、未来が出てきたところまで、あ、カレンかな。カレンが出てきたところぐらいまでを見ていただければなというふうに思っております。で、まあ、今回は動画のテンポを考えて水地2番第2部隊に置いてるんですけれども、もう本来だったら後ろで全然いいかなと思います。むしろもう第4部隊第3後半から第4ぐらいまで、まあ、もしくはもうラストでもいいぐらいです。はい。ラストでもいいぐらいかなとは思います、正直言うと。まあ、なのでまあ
そうですね、やっぱ後ろに置くのがいいとは思いますね。でなるべく、先発とか第2舞台ら辺でですね、相手のミヤシアと雷エルミナを倒せればベストというところかなというふうに思います。はい。で、今回は、ちょっと水地の動きをメインに、見ていただきたいかなというふうに思います。はい。それでは一戦、見ていただきたいと思います。行っていきましょう。はい。ということで始まりました。で、まずね、水地出てくるまではちょっと待ち時間ということで、今回相手がですね、先発にドロティアがいるというところで、ちょっと珍しめの編成なんですけれども、見ていただければなと思います。先発ドロティア、クロノスタンを多分入れるためかなというふうには思うんですけど、どうなんですかね。はい。で、ガードエンジェルを羽を入れるために使う。結構チェンジとかされるとめんどくさいですね、ドロティアは。なんか今回相手の、考えにうまくはまってしまったということがありますかね。で、水地出てきてくれました。で、やっぱミボーネの方がちょっとヘイト高めなんで、こんな感じでミボーネが落ちてから、未来の。で、未来が行ってくれるおかげで、こんな感じで、ちょっと無双状態じゃないや、不死身状態に入ってくるんですけれども、くしくも相手も水地がここで出てくるというところで、ここは結構ですね、面白い展開になるんで、ちょっと見ていただければなと思います。相手も未来合わせてるんでね、ちょっと育成が向こうの方が進んでるのがどうかなというところですかね。はい。でもお互いに水地が死なないという結構面白いですよね、これ。で、こっちはなぜか未来を倒してくれましたね。タイムドレインとかはまた別の話なのかな、どうなんだろう。ただタイムドレインが使えるんだったら使うという状況にはなるんですかね。で、サバイバーキラーも今自分全然レベル上げてないんであれですけれども、うまくハマるとしたら強いかなと思いますね。で、やっぱこのステルスが非常に効いてくるというところなんですよね。はい。こんな感じで、水地が落とされてはしまったんですけれども、うまくハマればかなり強いかなというところではございます。そうですね、やっぱり先ほども言ったんですけれども、やっぱり早めに置いとくとミヤシアですね、結構事故起きやすいので、やっぱ後ろで使うのがいいんじゃないかなとは思いますね。はい。で、何回か使ってみた感想としては、ハマったらめちゃくちゃ強いです、本当に。水地突破することができないんで、本当に綺麗にハマった時は、なんですけれども、ハマらない時はもうかなりあっさり落ちちゃうんで、その辺が厳しいですよね。やっぱり、レベルがまだ上がってないっていうのもあるかなとは思うんですけれども、ちょっとまだまだ検証しなきゃいけないところは多いかなというふうに思います。でもですね、一つ言えるのは、かなり強いです。はい。なので、水地に関しては火力として見ないんだったら母体でも全然強いかなとは思うんで、なんとか、まだ期間ありますので一体ですね、うまく当てて、ちょっと育成して、では未来なんかと組み合わせて、うまいパーティーを作っていくのがいいんじゃないかなとは思いました。はい。で、こんなところですかね。もう話すことないかな。水地ですけれども。一個だけ言い忘れてた。序盤ですね、序盤だか、ガチャの動画の時だか、忘れたんですけれども、
で、剣の運用を多分自分結構進めてたかなと思うんですけれども、まあ、レベルが低いうちは、あのピックの杖の方がもしかしたらいいかもしれないですね。やっぱり、ダメージ減少でアイアンハートに入るっていうのをなるべく避けていくというのも全然ありっちゃありなので、やっぱ火力として見るにはやっぱり140だったり160だったりすると、まあ、さっきの試合とか見ててもらえば分かるんですけれども、まあ、3発ぐらい当てないと倒せないんですよね。特に雷エルミナステルスヒールで全然回復され続けてたんで、まあ、そこを倒せるようになるんだったら全然、剣の運用の方がいいんですけれども、まあ、なんだろう、低レベル帯で、まあ、ブロッカーみたいな役割をしてもらいたいなと思っている人でしたら、全然ピックの、杖の方がいいかなとは思います。これだけは言おうと思ってました。はい。では、こんなところですかね。はい。なんだろう。全然突き詰めていけば絶対強いキャラなんで、ちょっと運用法を探したいですかね。はい。まあ、なので、まあ、露骨な米稼ぎってわけじゃないですけれども、このキャラと、相性良かったというのがあれば、このパーティー組んでみましたとかいうのがあれば、教えていただければなというふうに思います。はい、というところで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。